こんにちは、四国目さんです。2005年からミニーちゃんを応援して初めてワールオブ九州を見に来たのだ。東京から見に来ているから最後まで見てね。今回は羽田空港から大分空港に来たので空港バスでパークプレイス大分に行くのだ。今日は19時キックオフだから直接向かうのね。でも19年近くトリニータを応援していて、九州ダービーを見たことないのは意外すぎるわよ。投稿者は生まれも育ちも東京だから大分に機会が少なかったのもあるのだ。確かに投稿者が今まで見に行ってきた大分のホームの対戦相手は関東圏のクラブだったから、日程や巡り合わせの問題もあったわね。それにお盆休みの時期にマック休暇を入れることができたのだ。まずは羽田空港に着いたのだ。お盆休みもあってか人がすごいわね。日本航空で半年前に予約して片道運賃だけで1万8000円もしたのだ。さすが大手の航空会社でもこの時期はいい金額がいくわね。ところで今日はサッカーの試合を見て帰る予定なの？今回は5日間このホテルを拠点にして大分を観光するのだ。でも動画としては大分トリニータの観戦記がテーマだから、別府のホテルに向かうまでが今回の動画構成になるのだ。それじゃ今回の大分旅行は別の動画として投稿するのね。そういうことなのだ。ということで飛行機に乗って大分に行くのだ。大分空港に着いたのだ。乗った座席が飛行機の最後尾だったから出るのに時間がかかるわね。飛行機の永遠の課題なのだ。ところで荷物は受け取らなくていいの？今回はリュックサック一つで旅をするからそのまま出口へ直行なのだ。今回は大分に3泊4日の日程でしょ。旅行慣れすると国内ならリュックサック一つで十分なのだ。ちなみに重量は4キロくらいあるのだ。この中に衣類とか財布とか全財産があると考えると恐ろしいわね。ということでパークプレイス大分に向かうバスに乗り込むのだ。パークプレイス大分に着いたのだ。とはいえさすがに暑すぎるわね。今は13時でキックオフまで時間があるからパークプレイス大分に避難するのだ。ここは大型複合施設としてイオンや映画館もあるのよ。ここだけで1日が潰せるのだ。この時間帯でも大分サポと熊本サポを見かけるのだ。みんなフードコートなどで時間を潰しているのね。そういえば僕は熊本サポーターを生で見るのが初めてなのだ。そう言われてみれば九州ダービーは初めてだもんね。ということで1時間涼んだからドームに向かうのだ。まだ午後の2時過ぎよ。暑すぎるわよ。今までドームに行くときは大分駅からのシャトルバスを利用していたけど、パークプレイス大分から歩いてドームに行くのは初めてなのだ。歩いて15分でドームの全景が見えてくるわ。もう暑い、ヘロヘロなのだ。もう言わんこっちゃない。この階段を掘り切らないといけないのだ。いい景色なのだ。骨組みの下が影になってるから少し休みましょう。ビル風みたいに吹いてくるから涼しいのだ。午後の15時だけど影下に体を休ませているサポーターたちが多いわね。駐車場で待機していた人も合わせれば数千人がドームに来ていたと思うのだ。パークプレイスで買ってきた飲み物で給水も済んだし見回ってみるのだ。イベントブース周辺は人が少なめだからチャンスね。ここにはニータンのぬいぐるみがいっぱいあるのだ。ニータンに服を着せたりお面や帽子をつけたり、オリジナリティがあって面白いわね。他にも30周年を記念したポスターが配布されていたのだ。トリニータの創設以降のレジェンドたちが写っているので、くじ引きではレプリカユニフォームのくじ引きが終了していたから隣のブースで5000円分のくじ引きを引いてきたのだ。今回は全てトリニータ賞でアクリルクリップ、タオル、クリップファイルをゲットしたのだ。まだ会場まで時間はあったけどくじ引きも上位がほぼほぼなかったから相当数の人がくじ引きに来たのが伺えるわ。僕として新鮮だったのがラスト熊本のグッズ売り場があったのだ。テント2つ分と大きくスペースを確保しているわね。ちょうどドームの西門ブースでぶらついていたら思いがけないタイミングだったわね。ニータンとロアッソ君が来たのだ。ロアッソ君は初めて実物を見れて嬉しいのだ。ということで今回は札付チケットを買って専用の列に並ぶのだ。今回のイベントの目玉は進撃の巨人とのコラボでシャツやスタジアムでの演出も絡んでいるのよ。早くスタジアムに入って楽しみたいのだ。
かなり待ちましたね。こんなに待つのだ、暑すぎるのだ。16時半にはスタジアム入りできたけど、ゴール裏も埋まりきってるわね。ちょうど兄さんたちがいる席にちらほら空席があったから確保するのだ。日が当たっていたこともあってか、そこだけは空席があったわね。ということでスタブルを食らうのだ。今回はスタジアム内のトリズキッチンで前日に予約をしていたのだ。事前予約だから受付で待たずにスタブルを受け取れたわね。本来はスタブルを受け取る時間帯に来なきゃいけないけど、遅れてもスタブルを受け取ることができたのだ。今回は鶏からかぼすぶっかけうどんとアンドゥーナツよ。合成音声でも発話できててくさ、やはり熱い体に冷たいうどんは美味しいのだ。なんだかんだで大分に来て初めてのご飯ね。そういえばマックプレイスでマックのコーヒーだけだったのだ。続いてはドーナツね。生地はもちもちしてて中のあんがいい仕事をしているのだ。スタブルも味わえたし、スタジアムを回ってみるのだ。いい動画や画像素材を集めたいしね。バックスタンド側ではコスプレイヤーさんたちのイベントがあったのだ。トリニータのイベントの一環でコスプレイベントもあったのね。僕たちのコスプレはなかったのだ。同日に行われたコミケ会場ならいたみたいだけどね。続いてはバックスタンド側2階席に行くのだ。撮影のためにバックスタンド側だけで何往復したり、階段を上り下りしてるからすごい距離になってそう。上まで行くとまさに長官図と言わんばかりの高さなのだ。この試合では観客動員数を2万人にしているから、バックスタンド側2階席を開放しているので、とても特別感があるのだ。ここから継承して頑張るぞ、頑張ろう、富田。選手たちに来たのだ。みそはたさんを素通りしたのには闇を感じるわね。今日はゴール裏はびっしり埋まって気合も入りまくりなのだ。今回は選手紹介に進撃の巨人で声優として出た梶裕貴さんが選手紹介を務めているわよ。大型ビジョンでは進撃の巨人と大分トリニータの映像がコラボして、演出にこだわりがひしひしと伝わるのだ。すごいのだ、ゴール裏が火を吹いていくのだ。 J2 リーグのこういう演出ができるのはトリニータの強みでもあるわね。ちなみにゴール裏の応援幕はこの試合から張り出されていて、現地では50人の作成の取り掛かったの。布台やペンキ台など有志が出して、こんな大きな幕を1日で仕上がっちゃうのがすごいのだ。熊本サポーターもゴール裏を埋めているし、これは負けられないのだ。ついに選手たちが入場したわね。すごいのだ、黄色のコレオボードと青色の旗がなびいているのだ。立体的な視覚がすごいわね。ちなみに黄色のボードは2008年のナビスコ杯で使われていたの。今でも大事に保管されていて折り目がなかったり、傷もかすり程度で状態が良かったわ。熊本側もビッグフラッグを持ってきて、これぞ九州ダービーなんだと実感するのだ。それじゃ試合終了まで守るのだ。もうダメだ、おしまいだ。崖っぷちだと思っているあなた、諦めようとしてるんじゃないですか。無理だと思ってるんじゃないですか。何言ってんだよ、その崖っぷちが最高のチャンスなんだぜ。自分の全ての力を出し切れるんだから。崖っぷち、ありがとう、最高だ。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。
ったわね。気合向かったし、イベントも大成功と言えるのだ。ドーム内に入るまで紆余曲折はあったけど、運営の今後の課題点や改善点も出てきたし、意義のあるイベントだったわね。そろそろドームを後にするのだ。それじゃ帰りは大分駅のシャトルバスで帰るのだ。やっぱり帰りも並ぶわね。大分駅から何回もピストン輸送していたのだ。今後も来場者数が増えるとなると、大分駅以外にも他の駅に行くシャトルバスも出すニーズが高まってくるかもね。大分駅に着いたのだ。22時にドームを出発してから30分で着いたから無事に着いたわね。ということで別府に着いたのだ。今回泊まるホテルはカプセルホテルなのね。3泊で1万1000円というこの時期では安い価格なのだ。一人で大分に来ているから寝れる場所さえあれば困らないしね。今朝から大分トリニータのために時間を割いたけど、東京から見に来た回があったのだ。今回はこの日だけで動画を締めくくるけど、別府と豊後大野に観光しているわ。旅行動画は別として投稿するので楽しみにしてほしいのだ。ところで次回はどこの試合を見に行くの？予定だけど9月21日の横浜 FC と大分トリニータの試合を見に行ってくるのだ。投稿者目線で言えば、東日本でトリニータの応援できる場所は横浜、秋田と仙台の3チームになっているわ。考えると1年の流れは早いのだ。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうなのだ。